皆さんこんにちは、ビューティークリエイターのみのりんです。というのはまあ冗談なんですけども、まあでもメイクは好きなので面白い商品とかがあった時にはちょこちょこ紹介してきていたんですけども、今回もまたまた面白い商品見つけてきました。それが透明ファンデーションです。皆さん透明ファンデーション聞いたことありますか？ここ最近ね、海外でめちゃくちゃ取り上げられた商品です。それがこちら、劣化ゼロの透明ファンデーション。なんかさ、透明感のあるメイクとかって日本でもすごく人気だと思うんですけど、透明なファンデーション、まあ、ファンデーションっていうのはね、お肌のムラとか赤みとかいろいろとこうねカバーしてくれるものであるので、透明になってしまったらん？って感じでめちゃくちゃ取り上げられました。まあ多くの海外の YouTuber さんたちが取り上げているので、まあ何個か動画を見ていまして、なんか透明な下地といっても、まあ、多分ね爆発的に人気にならないっていうことなので、透明なファンデーションっていうことによってまあ注目を浴びたというか、まあそういった PR 的な商品じゃないかとは言われています。なのでまあ大きくは期待していないんですけど、個人的にすごく面白そうだったので買ってみました。でこちらね、劣化ゼロっていうゼロシリーズなんですけど、それと同時にこちらのハイライターも販売していたんです。顔中につけることができる透明なハイライター、そしてせっかくだったらもう顔のこちらの半分全部透明メイクでメイクしたらどうなるのかなってすごく気になったので、他の透明系メイク購入してみました。多分ねほとんどキャンメイクなんですけど、透明な下地、透明なマスカラ、透明なアイブロウコート、そして透明なフェイスパウダー、こちらとかを使ってメイクしていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。じゃあまずはね、商品をご紹介していきます。オープン。気になってね開けちゃったんですけど、こんな感じです。すごい綺麗なパッケージ。ここにも書いてあるんですけど、ノーピグメントファンデーションって書いてあります。ちゃんとしたファンデーションなんですよ。じゃあ開けてみます。スパチュラが入っています。これを使ってこうやってすくい取るみたいなんですけど、見てめちゃくちゃ透明じゃない？はい、こうすくってみました。じゃあね、ここの手の甲で試してみますと、おお、こんな感じです。伸ばしてみますと全く色が入っていないんで、肌の色が変わるとかは全くないですね。感触なんですけど、なんかね水っぽいんですよ。最初はなんかムースみたいな感じなんですけど、伸ばしていくとだんだんちょっとね水っぽくなってくるんですよね。でなんかつけすぎるとちょっとこうポロポロって取れてくるんですよね。今までのファンデーションとはだいぶ違いますよね。あとちょっと手にインクがついててすみません。いろいろとねお絵かきとか DIY とかしていたんですけど、それがねちょっとついているので手を何度洗っても落ちないんですよ。というわけで戻りまして、なんかね最終的にはサラサラっとした感触になったような気がします。本当に自然。というわけでこちらを置いておきまして、続きましてはこちらのハイライター開封していきます。透明なハイライターはこんな感じ。おー、透明だ。面白い入れ物ですね。でこれを出てきました。この先のところが結構大きいですね。なんかリップグロスに似ているんですけどちょっと違いますね。なんか顔中につけられるのでリップとして使うことも可能だそうです。でちょんちょんちょんとつけて伸ばしていくとすごいペタペタしていて、なんていうかめちゃくちゃツヤツヤになります。リップグロスとかってベタベタって感じじゃないですか。これをねもうちょっとサラサラしてる感じで、まあ、テカリをつけることによって、まあ、健康的な透明感のある肌になるんだと思います。というわけでこちらがゼロシリーズです。でそれ以外に今回いろいろと購入したんですけど、まずははい、キャンメイクのベースですね。透明な下地の上に透明なファンデーションをつけると、まあ、どうなるかなっていう感じです。つけますとなんか感触ちょっと似てる。あーなるほど、似てる。こっちの方が若干ツルツルしてるかな。この感触どんな感じかなって知りたい方、これを試してみるとねだいぶ近い感触になるような気がします。はい、というわけで続きましてじゃん、アイブロウコート。これはね眉をガードするために作られたものなので、本来であればまず眉を塗ってからその上につけるものなんですよね。でも今回は透明メイクということでそのまま塗っていきたいと思います。入れ物が可愛い。で中を見ますと当然透明。ちなみにこの真ん中のところがファンデーションで、ここら辺がハイライターで、ここら辺が下地なんですけど分かりますか。でアイブロウコート、はい。続きまして個人的にめちゃくちゃ気になっているのはこちらの見えないマスカラです。すっぴん風だけどもちょっとしたツヤ感というか束感といいますかができるということで、透明なんですけどちゃんとしたマスカラなんです。
こういう透明的なメイクってさ、学校につけていくのっていいかもしれないですよね。本当に透明だからわからないけども、若干ね気持ち明るい素肌になっているみたいな。はい、おお、こんな感じなんですね。キャンメイクの方は新商品ではないんですけども、私はね試したことがなかったので。あー透明だ、もう本当に全部透明だ、面白い。で最後にこちらはね、トランスペアレントフィニッシュパウダーということで透明なんですよ。はい、こんな感じです。まあ厳密に言うと白っぽいんですよね。全くね透明なお粉ではないんですけど、まあいろいろと試していきましょう。それではこっちの半分だけメイクを取って透明メイクにしていきます。メイク取っちゃいます。ちなみにメイク落としシートっていうのは環境にも悪いしお肌にも悪いので、あんまりね普段は使っていないです。はい、っていうわけでこっち側だけすっぴんになりました。なんかね目が小さくなったの分かるかと思いますけど、あとね私はねお肌のここら辺、ほっぺの辺がちょっと赤いんですよね。透明なファンデーションつけてもね赤みは消せないと思うので、どうなるのでしょうか。ということでまず一番最初にこちらの透明なベースつけていきます。このゴムっぽい筆いいですよね。でこれをこっち側に、特にほっぺの辺につけていきます。これねよく見たらわかると思うんですけど、中にキラキラが入っているので、こうねお肌がねキラキラってなりますね。はい、下地をつけたので続きましてはファンデーションです。こちらのスパチュラを使って豆粒一つ分ぐらいちょっと取ってみまして、つけていきます。すいません、こっちにちょっと鏡があるのでこっち向きながらやると思うんですけど、どうですか。おお、あ、なんかね気持ちいい。私結構ね乾燥肌なのでみずみずしいものの方が好きなんですけど、結構ね気持ちいいかもしれない。このメイク商品ってあれ思い出します、裸の王様、すごいメイクだよって言われてつけてみてるけど透明であまり見えないけど合ってるのかなみたいな。おお、乾いた、早い早い、水っぽさも何もない、何もつけてない感じになっています。でも若干ねなんかねスースーしますね、なんていうか。なんか違いがあるのかな、どうなんでしょうか。なんかこうテカリを抑えてくれるのかなと思ったらそうでもないっぽいですし、なんだろう。でもねつけた後はねペタペタもなく、かといってツヤツヤ感も強くなく、本当に素肌みたいな感じの仕上がりですね。でも多少明るい感じになったような気がします。どうだろう。はい、ファンデーションの次はハイライター。おお、まあ、あの普段からあんまり私はハイライターとかつけていないんですけど、まあ、つけるとしたらほっぺのここら辺とかで伸ばしていきます。おお、ツヤツヤ感がすごいよ。あとは顎ら辺とかお鼻の上とかね。あ、お鼻の感じはいい感じかもしれない。でもねつけすぎるとね今度はねテカテカっていう、なんかあまり良くない方向に行きそうなのでこれぐらいにしておきますが、でもツヤ肌感は出ていると思います。じゃあ続きましてはアイブロウ、これをねさっとこう塗って眉毛の毛並みを揃えまして、でマスカラ、透明なマスカラをつけていきます。お、これはいい感じですね。つけますと上向くし、こう束っぽい感じになるので、あ、マスカラいい感じだと思います。だいぶ自然な仕上がりですね。で最後にちょっとだけこうお粉をつけまして、あ、でもお粉ない方がいいかもしれない。あとね最後にリップ、これねリップにもつけられるっていうことなのでちょっとグロス代わりにつけてみます。というわけで透明メイク終わりました。いきますよ、3、2、1、じゃじゃん。こっち側は何もつけていないように見えまして、実はフルメイクをしています。ファンデーションからまつげまできっちりとメイクしているんですけど、皆さん違いわかりますか。髪の毛を下ろすとこんな感じです。あのですね、個人的な意見を言いますと、ファンデーションではないかなと。ファンデーションってやっぱりこの色とか変なところとかをねカバーしてくれるものかなと思うので、そういったカバー力やっぱり全然ないですね。でも確かにすっぴんで外行くよりはこれつけたいなと思います。なんかね元気な感じに見えるような気がします。あ、わかった。まあ学校とかもそうなんですけど、夜ねお泊まり会がある時とか寝る前に若干これをつけた方がいいかなと思う時につけると思います。
ハイライターはですね、透明なリップグロスにかなり似ているので、そちらで代用することができると思いますし、透明なマスカラは気に入っています。マスカラの上にトップコートとしても使えるみたいですし、これはね結構使っていきたいなと思いました。はい、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。透明なメイクを使って透明感のあるメイクやってみました。まあ、またね面白い商品があれば紹介したいなと思うので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、 Twitter とインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。